はい。こんにちは。なあ、竹川です。本日はですね、ちょっとお待たせしたんですけども、こちら。えー、リアルミーのスマートウォッチですね。これを開封していこうと思うんですよ。パッケージはもう、今までね、紹介したリアルミー製品すべてと同じ、統一されて黄色のパッケージですね。なかなかあの、 素晴らしいことになってます。というのも、えっと、まあ、第1弾目、リアルミーの製品の動画で第1弾目となりましたけども、えー、格安のイヤホン、紹介しましたね。ただま、安いなりに、ドライバーなんかも10ミリ積んでたりして、まあ、そこそこの音はしっかり出たりとか、えー、スタミナも素晴らしいことになってます、という話だったんですが、こいつもなんですよ。 そういう系です、えー。リーズナブルなのに、まあ、ここまでしっかりやってくれてるかというところですね。基本的なそのスマートウォッチとしての機能を抑えながら価格も抑えられてるというところです。ただし、えー、とトップスマートウォッチ、うん、まあ、そういうものって割とこう5万円以上するものも中にはあったりするんですけど、そういったものまでの機能はないんだけど、 スマートウォッチってこういう使い方ができれば十分だよねっていうところは一通り、えー、搭載しておいての、えっと、まあ、実際の価格言っちゃいますけど、12000円を切る形で売られていたりするので、まあ、場合によっては安いとこ、その辺りももっと安いとこあるかもしれませんけども、それぐらいの価格で販売されているので、 まあ、スマートウォッチの、な、なんていうんですかね、そこに期待することを現実的に受け止めている方でですね、まあ、その、トップメーカーのそのスマートウォッチってなってくると、いろいろ派手な機能とか、あ、こういうことできるんだっていうのあったりするんですが、実際に、まあ、生活の中にスマートウォッチを落とし込んでみると、まあ、最初の1日2日ぐらいよね、とか <laughs>。 友達に自慢するときぐらいよねっていう感じで、まあほとんどの機能は、まあおざなになってしまうっていうのが、これが現実なんですよ。なので、そこに関して、まあプラスアルファで4万円とか出して高いスマートウォッチを買うのか、それとも、こういうことができるというのをしっかり見越した、なんていうんですかね、地に足をつけたというか、こういうことができているのがスマートウォッチということでいいよね、 っていうそこを認識してこの1万円ちょっとするもので済ませるかっていうところだと思っていて多くの人がこれで十分だと思います、まあ、これを買えとは言わ,言わないですけどこの、えー、とウォッチ S ぐらいの、えー、機能レベルでほとんどの方が十分だと思うんですよね。うん、でこれ以上のものを望むっていうのは割とスマートウォッチを知ってきている人だったりとか。 よりなんだろう、テクニカルな使い方とかを自分でこなす、こなすなんていう気概がある人。なので、ひとまずはこいつをチェックしてみようよ。というところであります。っていうことで、開封していきましょう。さあ、開けていきましょうか。パッケージは先ほども言った通り、マッキッキーなんですが、まあ、主にね、こいつの特徴としてこうやって出てますね。 そうね。あのウォッチケース自体は47ミリかな約47ミリってとこで普通の時計と比べるとちょっと大きめではありますけどもスマートウォッチとしては結構ズダルにあるサイズかなっていうところですかねでこんな感じですしっかりとあの防水性も IP68 っていうところは心強いですねえっ、ー、とあと血中酸素濃度かはいそこも見れたりするのも嬉しいところでしょう これは最近の,あのスマートウォッチの流行りですよね。で、しっかりと技的にもね、ちゃんと通過してるというところで、パッケージにもマークがあると。開けていきましょう。よいしょ。はい。これで、よいしょ。 えい、来ました。来ましたよ。真っ黒なんですけど、いかがでしょうか。裏面はね、プラスチックだけど、サラサラ系なんで、安っぽさはそんなないかなっていう感じます。これでなんか、変にテッカテカのプラスチックだったりすると、なんか安っぽさが。 出ちゃってたかなって思うんだけども、サラサラ系ですね。で、サイドからこのケースにかけては、えっ、ー、と、アルミ。はい。っていうことなので、12000円程度のものとしては、変に安っぽさっていうのはないのかなという感じはしますね。ピリッと。ほうほうほう。で、 えっと、ワイヤレス充電っぽく見えますけども、一応端子があって、こことここですね。はい。ポコピンでポン、バチッとこう充電するタイプですね。でも、この裏面もデザイン的に結構統一感があって、かっこよく見えるね。うん。なんか安っぽい、なんかポチポチってのがなんかあるっていう動きじゃなくて、この、ここにこう繋げてるので、いい感じにまとまってますね。で、ベルトも変更できます。22ミリタイプ。 のものなんで、市販で 22mm のものがあれば自分の好きなベルトに変更できると。簡単に変更できるタイプだね。ここのレバーをパッってやると、これ外れますよっていうやつですね。はいはいはい。付属のベルトは結構柔らかいよ。柔らかいし、こっちまで動いてくれるの。可動域は相当ありますね。うん。いい感じじゃないですか。だから、 普段使いもそうだし、なんかその、もちろんそのスポーツモードとか入ってるから、フィットネスの時とかでも十分に耐久的には耐えるものかなというところがしますね。結構いい感じの柔らかさを持ってるかなというところです。で、この管に何が入ってるのかというと、ユーザーマニュアル。はい。 えーと日本語しっかりありますね。使い方もね、スマートウォッチそんなに使ってきてない人でも難なくこなせるでしょう。日本語で書いてあれば。割と丁寧です。アプリの、連携アプリのインストールもちゃんとできますし、あのー、発表当時は iOS のアプリがなかったんですけど、もう今では iOS アプリもあります。あのー、しっかりとアップストアで確認しました。 はい。で、こんな感じですね。主なスペックがね。割と解像度高めなんで、3 6 0けなんで、割と高めですね。うん。はい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 。で、これが充電するときの、まあ、パッドというかなんというか、これがここにパチッと入りますね。マグネットです。 マグネット。うん。これはただカチッとね、どこの部分、まあそうね、ここで止まってればいいのかなこうなるとほら、マグネットだとずれるから、これできちっと止まってれば、まあもうちょっとわかりやすくしてくれてもいいけどね。もうちょっとわかりやすくしてくれてもいいけど、なんかカチッと感がある感じにしてくれてもいいですけど、まあまあまあ大丈夫か。パッと、 止まったこれがまあそうね向きもちゃんと整うもんねなんこれでいいのかな、はあ、こういう感じですマグネットで止まるタイプですね電源入れてみましょうかはい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 であっ 割とススムムーーズズっちゃスムーズから最近のその高スペックなねスマートフォンを触ってるとまあもちろんこの画面の滑らかさっていうものにちょっと不満は出るかもしれないけどスマートウォッチとして考えた時にこれまあ十分かなっていうところだよねだって操作できなくねえからさそれでまあ普通にスムーズに動いてるからまあいいんじゃないですかねれでこれで日本語にして OK ですよと はい。えっ、ー、と、QR が出たところでなんですけど、まあ、先ほども言った通り、あらかじめ、えっ、ー、と、リアルミリンクっていうアプリですね。これをスマートフォンに入れておきますと、iOS 版もすでに出てます。で、えっ、ー、と、こういう管理系のアプリですね。うんと、健康管理とか、そういったものをするときのアプリって、概があのアカウントを作るっていうのがあるんですけど、 それももうすでに作っておきました。で、そうす、そうやってアプリを立ち上げると、もしくはアカウントが作成できると、こういう画面が出てきますと。で、この状態で、ここですね。これを押す。あ、ここでいいのか。デバイスをスキャン、Bluetooth on。で、腕時計だよね。近くにあるデバイスをスキャンしています。 すでにこの QR スキャンしなくてもええのか接続中。ああ、来ましたね。カメラで読み取らなくてもで全然いけるんだね。スマートフォンの接続リクエスト同意。早ペアリングオッケー始めてみましょう。ということで、ここで、えっと、えー、まあ、この、 フィットネストラッカーのこともありますし、あとはまあ普通のヘルスですね、その睡眠とか、まあ基本的なその万歩計、要はどんだけ移動したとか歩いたとかっていうのとか、あとはさっきのその血中のその酸素のね、その濃度測定とか、ね、まあ体重とかそういうのも全部入れるんですけど、そういうのを入れると。そうするとこいつが健康的な、何、えー、て言うんですかね、生活をちゃんとできてるかとかっていうのも、 見れるようになるっていう感じですね。とりあえず一通り入れちゃいます。ちょうととりあえず適当にポン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 入れて見ますが。OK。で、そうですね。えっ、ー、と、スマートフォン側の方で権限のリクエストっていうのが出ますから、ここはオンにしてあげてください。 許可ですと。ってなるとこういうふうになりますね。おおはいはいはい。すごく分かりやすいインターフェースだね。接続済み96%のバッテリーか。でこの状態でスリープ。あっスリープっていうのは睡眠ですね。 ほら、SPO2、そ血中の,その酸素の濃度ですよ。測るとかっていうのがあったり、心拍できますというところです。あとはこういったところで細かな設定ができるんだけど、まあ、基本的なところで言っ文字盤のデザイン変えるとか、着信通知しますかとか、その他の通知ですね。 あのアプリケーションでで何を通知しますすかっていうことですその他っていうところでさらに追加することも可能になりますと。はい。えっと、例えば、ほら、ここにほら、マリカなんかあるけど、えっと、ゲームとかで、えっと、操作するこのポイントが満タンになるとか、ならないとかっていうのを通知するとか、それも全部できるわけですよ。まあ、も,もちろん、なんか、何か対戦系のやつだったら、 ストレタジーとかそういうのも対戦系のやつだったりすると相手から攻撃受けてますとかね。あとカレンダーとかだったら、えー、予定が何分前ですよっていうのもそうだし TVer、うん、とかだったらほらなんかその新しい動画が追加されましたとかそういうのができると。で一応その通知の中で例えばメールとかあったりしますけどもメールなんかはねあのタイトルだけ件名だけしか見れないみたいなので えとこれはね賛否両論あると思います。中の本部まで見たいってパターンももちろんでしょうし、そのセキュリティ的なところを考えて、懸命だけでいいっていう人も。だこれはただそのどっちか選べるわけじゃなくって、一応機能としては懸命だけ表示だったりしますね。はい。で、着信通知ってのもあって、電話も取れるんですけど、電話の着信はできますが、この スマートウォッチに自体にはマイクが搭載されてないので、このスマートウォッチで会話するとかっていうのはできませんと。何ができるかっていうと、この電話での応答っていうのをこの文字盤の中でできて、かつ、あのスピーカーフォンにするっていうのがここでできちゃうので、例えばデスクとかでこいつを充電台とかに立てかけておいたところにわざわざ手を伸ばさなくても、 手元の時計にタッチするだけで電話に出て、かつスピーカーをオンにして話すことができると。そういったようなですね、ちょっとしたことの使い勝手を良くするっていうものにできてます。というところですかね。文字盤に関してはこういったものがあります。これはデフォルトで搭載する。ああ、だいぶ数あるね。だいぶ数あるよ。だいぶ数あります。元々のデザインがこんだけ用意されていて、 かつ、その写真っていう方は、えっと、自分のですね、好きな写真に変更することができます。例えば、自分のペットの写真とか、そういったものも変更して、時計は、まあ、こうやって位置をずらすだけですかね。っていう感じで、自分の好きなテイスト、もしくは自分の好きな画像を文字盤にすることが可能になるというとこですね。で、こういったもの、まあ、リマインダーがあったりとか、あの、あの、 水分補給のリマインダーとかね。そういうのもありますね。で、24時間心拍モニタリングしますかとかっていう。これもちろん設定ができますと。どれぐらいの形でするのか。で、えっとね、血中のその酸素に関しては手動みたいです。マニュアル。なので、それは自動的に定期で取ってくるとかっていうんじゃなくって、えー、心拍と違って血中の酸素濃度に関しては自分で取りに行くと。 測りに行くっていう必要がある感じですね。で、音声コントロール、カメラコントロール。で、カメラコントロールも、えっ、ー、と、多くのスマートウォッチが最近は搭載してる機能なんですけども、トップメーカーのものは、大概が、そのメーカーのスマートフォンしかできません。が、このリアルミーに関しては、機種、全部関係なしに、まあ、リアルミーリンク、このアプリが、 ま、使えるスマートフォンはすべてこのカメラコントローラーが使えることになります。すごいじゃないかと。なりますが、これ注意点で、一応ですね、このカメラコントローラーって、このスマートフォンのボリュームキーですね。これを操作する、これを操作してシャッターにするっていう感じなんですよ。なので、スマートフォン側で、なんか特別なシャッターキーとか、シャッターボタンとかは別に、ボリュームキーでシャッターを操作するっていうものに、 対応している機種じゃないとできないみたいですね。どうも。うん。これはちょっとね、人によって賛否両論は分かれるかもしれませんが、まあ、ただ、大概の最近のスマートフォンは、このボリュームキーもシャッターキーにするような設定が、大体のスマートフォンでできるので、そんなに、なんだろう、心配する必要はないかもしれません。はい。一応、デフォルトではオフなんだね。 で、携帯電話を探す機能とかそういったのもありますね。はいはいはい。これは便利よ。結構便利です。はい。なんかその、家の中でも時々ほら、ソファーの隙間にあったとかさ。ね、どっかの隙間。なんかその、書類とかそういったものの鍵に隠れてたとかあったりすると思うんですけど、散々探し回った結果。一気にこれでね、その自分の携帯を探すことができるの結構便利です。 こういうのがあってっていう感じですかね。うん。で、プラスメインの機能としてはこういったような健康系の機能があると。スリープもそのまあ浅いとか深いとかそういったところも計測してくれるので最近ね、まあいろいろとそのおうち時間とかそういうものでストレス溜まってる方も多いと思うんですけどこういうのでしっかりと自分の結構チェックするっていうのもできるというところですかね。はい。 一通りちょっとね、そのスマートフォンとアプリとのあの話をしましたけども、使い方としては、もう、スマートフォンがある程度操作できる人だったら、もう、大抵すべてのことが行えてしまうっていうのが、うん。で、基本的にはね、こうやって、えー、まあ、それぞれのスワイプで操作していくってものになりますと。 はい。そして、まあ、一定時間の間経つと、こうやってディスプレイは消えるもので,ですね、ールウェイズディスプレイオンにはなりません。はい。あの、これ、液晶なんで、UKL ディスプレイではないので、オールウェイズディスプレイオンにはならないんですけども、まあ、こうやってね、その画面がオフになっていても、自分の方に、例えば、ちょっとクイッと回すだけでね、こうやって画面がつくので、そんなに不便なことはないんじゃないかなっていうふうに思うのと、 あと、そのスマートウォッチをの購入とかを検討されている方に一つ言っておきたいのが、スマートウォッチって、えっ、ー、とまあ、一般的な今までの,あの時計と概念が違うんですよ。ここはちょっと話しておきたいです。えーと スマートウォッチは今言ったようにいろんなその健康的に自分の健康をチェックする機能とかもあったりしていて24時間、ね、いろんなことを測りながらやってくれたりするっていうものとプラス、えー、スマートフォンに来る通知だったりとか着信だったりとかもお知らせしてく,るくれるこれ一つこのノーティフィケーションっていいますけどもこれがこの2つが2大,、ね、2大機能なんですよね2大機能なんですでこのノーティフィケーションの方に関して言うと 要は今までは自分の頭の中で何時にこういうことをしなければいけないとかそれを見越して自分で動くじゃないですかだから時間が気になるっていうものだったと思うんですけど昨今このスマートフォンが出てきてでさらにそれプラスそこに連動したサービスの進化によって例えばですねカレンダーの中に予定が入ってますとどこどこの美術館に何時待ち合わせ何時っていう誰々さんと何時とか まあ会議でもいいです。どこどこの会議室で何時とか入っていれば自分のその位置からその場所までの距離をこのスマートフォン君があのちゃんと分かっていて何分前に移動しなきゃいけないとかっていうのを教えてくれますよね。スマートフォンの中で教えてくれるじゃないですか。でそれをさらにスマートウォッチに教えてくれるので Always デ,ディスプレイオンで 時間を見る、自分で見るっていう必要ないんですよ。教えてくれるんです。今まで常にこの時間を気にしなきゃいけなかったので、常にこの文字盤に、文字盤で時計、時間を確認するという必要があったので、今だと、まだね、俺の話をこうしても、とは言ってもっていうふうに思いで、この文字盤に常に、なんていうんですかね、時間が表示されていないのはちょっと不安だと、 思う方もももいるかもしれませんけどもスマートウォッチっていうのはそういう概念をひっくり返すものになりますスマートウォッチと組み合わせることによって自分の予定を教えてくれるのでその時間まで気にしなくていいんですよでもっと言えば例えばメールをしますよねメールの中に えー、さっき言ったような予定の話が入っているとそれを自動的にカレンダーに入れてくれるっていうところまで Gmail o o g g l e さんんのサービスがが出来上がってたりするんでするでよね。Gmail、の中に何時に何,何日の何時にどこどこで会議みたいなのが文脈として入っているとそれを自動的に Google カレンダーに、えー、入れてくれるっていうことまで今ではできるようになっていますと。 だからわざわざカレンダーに自分で予定を入れる必要もだんだんなくなってきてるんですけど今はもうすでにスマートウォッチとスマートフォンを組み合わせることによって自分から時間を気にして動くっていうことをしなくてよくなるんですよ。でさらにそれはですねどっかに移動しなきゃいけないっていうものが一つ加わってるとスマートフォン君が天気とか交通状況っていうのも見計らって もう何分前には出なきゃいけないですからねって教えてくれるものになってますと。スマートウォッチを使いこなすというのはそういうことです。はい。なかなかこうやって話しても、そういったものとして使っていくのは、まあ考え方がね、あの追いついていかないかもしれませんけども、ぜひですね、使っていきながら、いろんなですね、ノーティフィケーション、 されると思うのでそういったところからねスマートウォッチを取り入れた生活っていうのを体験してみてほしいと思いますまあいきなりですねそうは言われてもそんなことはできないよというふうになるかもしれませんけどもまあそういうものが理想だというふうに思ってくれるといいかなっていうふうに思いますねせっかくスマートウォッチっていうものを生活の中に取り入れるっていうふうになるとまあ行き着く先はそういうことだとはい人が えーまあ、使用者がですね時間の、えー、時間をですね気にして生活するっていうものがなくなっていくものなんだということですね。もちろんあの確認したい時はこうやってね傾ければ時間確認できますので。 何の心配もないかなっていうふうに思いますし、ファッション的にもですね、自分の好きな文字盤に変更すること、または自分の好きなベルトに変更することが可能なので、まあ入門機としてこういうものを考えるっていうのもありじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、今回、リアルミーウォッチ S 開封してみました。 スマートウォッチとしてはですねとてもリーズナブルな価格の中にまあベースのなる機能として、えー、押さえておくものがしっかりと入ってるというふうに思いましたねはいあとはもう自分の好きなようにいくらでもカスタマイズできたりするのでそういった中から入門機として買ってみてここからスマートウォッチを取り入れた生活っていうのを楽しんでほしいなというふうに思いますということでまた見てなバイバイ